もう韓国は用済みのようです。日本とアメリカでアジアの平和を守ります。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国、なぜ我々は仲間外れなんだ。北朝鮮問題について日米が共同声明をお送りします。日米で東アジアの平和を守る。2022年1月21日に日本の岸田首相とアメリカのバイデン大統領がリモート会談をしました。その会談の前に発表された日米共同声明が韓国内で大きな話題となっています。今回はそれにまつわる報道と日韓の人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。1月21日、日本とアメリカは北朝鮮問題に関する共同声明を発表した。私たちは北朝鮮の核兵器と他の大量破壊兵器と全ての射程距離のミサイルはもとより、これに関連する計画と設備を関連する国連安保理決議案に従って、安全かつ検証可能で不可逆的な解体を強く求めるとの内容だ。これは北朝鮮が核実験と大陸間ミサイル ICBM 発射の再開を検討すると明らかにした翌日のことだ。こうした両国による共同声明はトランプ政権の際にうやむやとなっていた。完全かつ検証可能で不可逆な非核化 CVID の原則に立ち戻ったものとなる。また共同声明の中で核兵器と大陸間ミサイルの他に、その他の大量破壊兵器やあらゆる射程距離のミサイルが取り上げられていることも重要だ。これは北朝鮮が開発していると推測されている生物化学兵器や短中距離ミサイルについても警告をした形になる。今回の共同声明はジョー・バイデン大統領と岸田文雄首相とのリモート首脳会談を控えて発表した。核兵器不拡散条約 NTP に対するもので、その第8項で北朝鮮に言及している。日米は我々は北朝鮮に関連する全ての国連安保理決議に従い、早期に NPT 及び国際原子力機関 IAEA の安全保障措置を遵守することを促すと述べたのだ。そして北朝鮮の核問題に関連して国際社会全体が関連する国連安保理決議を完全に遵守するよう促すと述べた。安保理決議によると北朝鮮は核実験とミサイルを発射してはならないことになっている。つまり北朝鮮によるミサイルの発射について釘を刺したのだ。他にもこの共同声明では、中国が核能力を強化していることについての懸念や、イランに核の緊張の高まりを止めるように促した。以上が報道内容です。こうした報道に対して韓国では、なぜ日米で決めて韓国が入っていないのかと話題になりました。特に北朝鮮についての問題を当事者だと考えている韓国には屈辱的だったようです。そうした反応の一部をご紹介します。韓国の反応。我々が原子力潜水艦と潜水艦発射弾道ミサイルを持たなければならない正当性が生まれたね。北朝鮮の脅威に対抗するには我々も核を持たなければならない。これは私たちの生存と直結する問題だ。なのになんで日本とアメリカだけで話をしているんだ。ブッシュの外交政策はバイデンが作っていたということだな。バイデンが大統領になってアジアの安全保障は日本を中心に置くということを明確にしてきている。バイデンも昔よりは韓国への対応が良くなっていると感じる。昔と今とで変わったのは韓国の国際的なポジションだ。我々の存在価値が高まったから、バイデンも韓国を無視することができなくなっている。今後日本中心の戦略から韓国中心の戦略に変えさせるためには、さらなる国力の増大が必要だ。次の大統領にはそこをお願いしたい。アメリカと日本は韓国と北朝鮮がうまくいくことを望んでいない。表では平和と共存を語るが、裏ではあらゆる仲違いをやめない。だからこそ両国だけで話し合いをしているんだろう。我々がその議論に加わるには、
核兵器の保有が必要になってくる。我々の安全保障は私たちが守り、朝鮮半島の平和は私たちが決めよう。北朝鮮に吸収されるのだけは嫌だ。だから私たちも早く核兵器を持とう。日本やアメリカなんかの様子を伺う必要なんてないぞ。いつから当事者であるはずの我々が抜けてしまったんだ。日本とアメリカだけで決めて、当事者が仲間外れなんてあってたまるか。おかしすぎるだろう。在韓米軍の地位協定10条でも、リスクにさらされた時、核兵器を持つことができるとなっている。今がそのリスクにさらされた時だ。早く核武装をして対抗しよう。北朝鮮に核を廃棄させるには、我々が核武装をする必要がある。核武装をすれば、中国が出てきて、北朝鮮に核兵器を命令するから、韓国も捨てろという交渉をしてくる。北朝鮮は、中国への依存度が 90% を超えるから、命令に従わざるを得ない。私は、アメリカの二面性が嫌い。アメリカは、毎年何万人も銃により亡くなっているのに、銃を作る会社の利益のために製造をやめない。そんな状況のアメリカが本当に朝鮮半島の平和を願っているのだろうか。南北を絶えず引き離し、いさかいを誘発させることで世界の警察として振る舞おうとしているようにしか見えない。どうして韓国を除いて日米で共同声明を出すんだ。日本のロビー活動にアメリカが惑わされてしまったんだろうな。北朝鮮はアメリカと戦争をすることを望んではいないと以前に表明している。それにもかかわらず、今の状況が続くのはアメリカが仕掛けているからだろう。北朝鮮に兵器開発をさせたのはアメリカだと言えるだろう。日本とアメリカの悪巧みのために我々が犠牲になる必要はない。バイデン大統領は朝鮮半島の問題を本気で解決するつもりはないようだね。韓国とではなく、日本と共同声明を発表するなんて全く意味がない行為だよ。どうして日本とアメリカなのか。それはムン・ジェイン大統領が北朝鮮の仲間だと認識されたからだ。早く次の大統領に変わることを心から祈っているよ。日本とアメリカはなぜ人の国に干渉するんだ。自分の国のことだけ考えていてくれ。朝鮮半島のことは朝鮮人が考えて実行するから。アメリカと日本が何の権利で他国の主権を解体しろと言うんだ。言っていて恥ずかしくないのか。結局日本とアメリカは仲間だということだね。日本による併合もアメリカの支援で実現してしまったしね。また同じことを繰り返そうとしているのか。まったくひどい国たちだ。日本の反応。アメリカが安保理で北朝鮮制裁案を出しても中国とロシアが反対するからね。韓国もその仲間だと認識されているから相手にされないんだよ。在韓米軍の地位協定10条は船舶及び飛行機の利用だったぞ。文書検索をしても核という言葉すらない。頭の中の妄想だったようだね。韓国の反応はこの状況でこういう思考をするかと思うようなコメントばかりだな。日本とアメリカはこういった思考をする奴らを相手にするのに疲れたんだよ。韓国がさっさと北朝鮮と統一すればこんなに面倒なことは起きないんだよ。でも実際問題、統一なんてできないから日本とアメリカが骨を折っているんだ。それなのに感謝もせずに不満ばかりとは呆れるよ。確か韓国が一番信用する国はっていうアンケートで1位がアメリカだったよね。でも実際アメリカは韓国なんて抜きに話を進める。アメリカが信用している国は韓国ではなく日本だということだよ。この話に韓国を入れたらまとまる話もまとまらなくなるからな。それに中国が韓国を批判してくるだろうしな。韓国に対する思いやりだ。ここまで来てまだ完全に捨てられたっていう自覚がないのもすごいな。日本のせいにするのはもう限界なんじゃないかな。韓国が北朝鮮を非難すればまた争いになるから、戦争終結宣言を出したがっている国だから、変な波風を立てさせないように日本とアメリカが考慮したんだろう。そんなこともわからないのか。韓国が核兵器を持つなんて世界が許すはずがない。
朝鮮半島を丸ごと世界の敵になりたいのかな。安保理決議の履行を促す共同声明から外される。この意味を理解できる思考力すらないんだな。もう北朝鮮に関する問題は日米で決定するという話だよ。そんなに核武装をしたいのか。北朝鮮に吸収されたら夢が叶うよ。核兵器やミサイルを撃ってはダメだという警告をしたってことだ。それについて感謝をしてほしいくらいだ。それなのに仲間外れにされたと怒るなんて子供っぽすぎる。アジアを核のない平和な地域にするための共同声明だ。そこに核を持ちたいと願う韓国を入れたらおかしなことになってしまう。日米でやるのが当然だろうね。日米はこの間、竹島に韓国の警察庁長官が上陸したことを受けて、韓国、アメリカとの共同記者会見を取りやめたことがあったからね。その問題についても解決していないから、3カ国で共同声明を出すなんてことはできないんだろう。もはや韓国は必要がない。日本とアメリカの2カ国でこうした共同声明を発表したのは、東アジアの安全は日本とアメリカが担っていくということの表明でもあります。今回は中国やイランへの声明も含んでいましたが、そこにも韓国は強い態度で臨むことはできません。中国には経済的に依存していますし、イランには原油代7000億ドルを未払いでいるからです。このような状況では、もはや韓国は必要がないと言われたも同然です。特に北朝鮮の核兵器問題については、韓国との調整は必要なく、日本とアメリカで取り組んでいくこととなりました。こうなった理由は、韓国が親中であり、親北であるからです。このような国に東アジアの安全を守ることはできないとアメリカが判断したのでしょう。結果、日本の負担が大きくなってしまいましたが、アメリカと協力しながら東アジアの盟主として地域の安全を構築していきたいものですね。あなたは北朝鮮問題について、韓国が外されたことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。